あれ！待ちなさい！話があるのよ！待て！姫神！あいつだ！どきなさいよ！さっきの女の子に用があるんだから。望むところよ。本気出すわよ。援助よろしく。いただきます。どうも。終わりじゃないから。はい、おまけ。この技で殲滅する。食らいなさい。身に飲まれろ。オペレーションショック、食らいなさい。ゴール、ちぎれろ。出る、ゴロゴロとかかますぜ。グラオペレーションアシスト、うぅー、ゴール、立て直し。この技で殲滅する。食らいなさい。闇に飲まれろ。スクリューパッチ、行くぞ。ドド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 ン。休んでていいよ。モンスターオツ、はいよ。
を気張ってね。闇の切り札くらいなさい。ダークショット。かぼそい絆バカ言ってんじゃねえよ。あたしたちの絆はね、綱引きしたって切れないくらいぶっといロープで結ばれてんのよ。この先に仲間と合流もできてないのに、どうやって進むつもりなのよ。仲間？ねえ、あの子本当に仲間いたのかな。そんな、まさか。だって私たち誰もあの子の仲間なんて見てないじゃん。確かにそうなの。姫神はずっと一人だったの。じゃあ姫神がユコたちに嘘ついてたってこと？そんな嘘つく必要ないじゃんか。そんなのわかんないわよ。私たちを混乱させたいだけかもしんないし。姫神さんの意図はようわからんけど、たった一人でこの塔をさまよってるんやとしたら、きっとすっごく辛いだろうな。今度会ったら無理にでも仲間に入れてあげるの。そうやね、一人きりは寂しいもの。私一人じゃこんなとこまで絶対来れなかったな。そうだよね、みんなと先生がいてくれたからユコは頑張れた。なんかさ、仲間っていいよな。何よ急に。気持ち悪いわね。はあ？思ったこと喋っただけだろ。そんなに変かよ。まあもう、せっかくいい話してたのに台無しじゃん。シンもランも顔真っ赤だぞ。大丈夫か？うるさい。
気抜くなよ。